松本出て3番の阿部、鏡にとってはここは踏ん張りどころになってきましたね。そうですね、あのフォアボールですからね、はい、でその初球が外に決まっています。先ほどこの阿部が打席に入ってランナー二塁一塁三振でセカンドランナー長野がファーストタッチアウト、結果ダブルプレーという形になりました。先ほどはその阿部を三振に取ったわけなんですけれども、はい、まあ、最後のボールもいい形で決まりましたね。そうですね、でちょっと阿部が何か打ちにくそうにしてるんですよ、うん、そうでしたね、タイミング合わないんじゃないかと思うんですね。あ、すくい上げてライト方向、荒波の前ワンバウンド、ファーストランナーの松本は2塁で3塁に向かいます。チャンスを広げました阿部のバット、ノーアウトランナー3塁1塁。これもまたちょっと低めでしたけれども、いやこれがね、阿部のうまいところなんですね、はい、チェンジアップなんですよ。だけども自分でタイミングが合わないと思うと軽打なんですね。あ、なるほど、阿部の本来のスイングじゃないんだけども、こういうふうに合わせるということができる器用さを持ってるんですよ、まあ、去年も対戦成績は決して良くない7打数1安打の阿部なんですが、ここはうまくチャンスを広げました。さあ今度